チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、もうずっと気になってました、はい、里崎智也の人生第2章です。第2章ですね、はい、まあ、前回までね、はい、徳島県の高校編やりましたけど、うん、はい、飛行機乗りますから。飛行機乗って東京に出てきたわけですね。高校の時点でプレイヤーとしてはまだそのプロにっていう感覚ではなかった、うん、全然そんなんも引っかかるような感じです。へー、3回戦コールド負けですよそうですよねそっか先生にね、はい、あの進学するのか就職するのか決めてほしいって言われたんです。18歳じゃないですか。はい、18歳から仕事か、うん、なんかピンとけえへんな。はい、しかも先生は大学行くなら東京ってずっと言ってたんですよ。まあ、これなんでかっていうと、その先の社会人行くにしても、うん、まあ、見てくれてるチームが多い。都市対抗とかも東京で行われるし、うん、その後見てくれる人も多いから東京になるべく行った方がいいっていう理由だったんですよね、うん、はい、で、はい、大学行きたいなと思っても、まあ、親がねどう言うか分かんないじゃないですか、はい、で家に帰って、はい、まあ、相談しますよね、うん、ただ好きなようにしていいよって言われたんですよ。友也の好きなようにしていいよって言われたんで、うん、はい、いいご両親で、はい、ほら大学行きますっつって、ほー、東京です。それはあの18歳から仕事がしたくなかったからあいもう本当に理由は、はい、大学で野球がしたいとか、はい、そういうのは全くないですよ。プロ野球に行くぞ、だったか全然です。ただ単に18歳から仕事がしたくなかったのが受け入れられなかったのと、はい、東京に行ってみたいっていう思いで、はい、大学進学を決断しました。ほーいろんなチームに練習見てもらいに行ったんです、はい、うん、で駒沢っていう話もあったらしいんですけど、九州からどえらいやつが来るから、はい、行かない方がいいってなったらしいんですよ。同じキャッチャーでですか。はい、はい、そのどえらいやつ、うん、城島です。へー、でもまあ、はい、その時城島は大英にね、当時のドラフト1位でね、はい、城島が行って結果的には行かなかったんですけど、はい、その時にはもうどえらいのが来るから、はい、来てももう絶対試合出れないから行かない方がいいみたいな、来ない方がいいみたいな感じになって、はい、アジアの練習にも見てもらいに行ったんですよね、はい、愛媛の西条かなんかでやってたんですけど、そこに行って、はい、うん、でなかなかいい好感触だったらしいんですけど、はい、アジアが秋のリーグか春のリーグか忘れたんですけど、はい、どっちかのリーグで最下位になって2部に落ちちゃったんですよ、はい、でなんかそれどころじゃない感じでバタバタしてどうなるかわからんってなって、はいはい、選択候補から外れたらしいんですよ、ね、で帝京大学も練習見てもらいに行って、はい、そこでは超好感触だったらしいですよね、はい、喜ばれて行くところがいいし、はい、強いところとか有名なところより出れるところ行った方がいいから、うん、その帝京大学はあの里に合ってると思うから、はい、そこがいいと思うよって先生が言って、うん、帝京大学って時あんまりピンとこなかったんですよ、はい、帝京高校は知ってます、はい、甲子園でね、優勝もしますし、はい、でも帝京大学って正直徳島の僕にはそんな馴染みがなかったんで、はい、あ、帝京も大学あるんだっていう感じで、うん、でもまあ先生がそこがいいって言ってるし、はい、まあ僕は先生に惚れて高校にも来たし、はい、先生の意見をもうチーム受けて帝京大学に行くことになったんですけど、はい、初めて帝京大学に行った時にすっごいことが起きて、はい、飛行機で来るじゃないですか、はい、羽田に降りるじゃないですか、はい、モノレール乗って浜松市長、はい、東京駅から中央線乗るんですよ、はい、茶の水とか四ツ谷とか新宿通ってて、はい、ビルどんどん通ザッ東京みたいな、はい、中央線止まったかみたいな、丸の内とかもそんなですよね。いや東京すごいなもうビルが来て、はいはい、三鷹とか、はい、文字とか、うんうんうん、立川って、はい、あれ建物がどんどん低くなっていってるなまあまあまあそうですよね。もう結構乗ってますからね電車どこまで行くんやろな、うん、八王子みたいな、はい、降りひんな高尾、はい、降りるよって言って、はい、高尾でまず降りて、はい、乗り換えですからね、そっからそうなんですね。もうその時点でもうえ東京ここ高校の時に抱いてたビルがボンボン立って都会だどんどん低くなっていって東京じゃないと、うん、でそっからね、はい、あの川口湖行きっていうの乗るんですよ、はい、どうしか大月行き、はい、乗るんですよね、うん、トンネル3回くぐります、はい、うわ高尾の次の駅が相模湖なんですよ、はい、続きました、はい、もはやそこ山大都会東京じゃないです、まあ相模湖、はい、まあ、そもそも神奈川県なんですけど、はい、その時相模湖に薬学部があったんですよ。その中の敷地内に寮とグラウンドがあったんですよ。あ、じゃあそこで生活してたんですね、はい、初めて家から出て寮生活だったんで、はい、
最初ホームシックやっぱすごかったですね。やっぱ上下関係も厳しいですし、あの1年生から4年生まで全寮制なんで、はい、野球部、まあ、本当に厳しかったですね。先輩の食事当番とかね、洗濯当番とか、はい、もう12時になっても終わらないみたいなね、はい、洗濯当番がその100人分の洗濯をずっと終わるまでやりすぎて、食事当番になると、はい、次の日の朝のご飯を自分たちで炊かなきゃいけないんで、はい、朝5時に起きてスイッチを押さなきゃいけないんですよ。そのガスの炊飯器なんで、はい、でっかいガスのお釜から各、はい、あのジャーニーをこう、うん、全部移し替えていってみたいな。それスイッチ押し忘れたことないんですか？それはないですけど、最悪なのが、はい、ブレーカーがしょっちゅう落ちるんですよ。最悪です。炊けてない、炊けてないっていうか、おかゆみたい、今からもう一回お米100人分といてギリ間に合いましたみたいな。うわー大変。マジ地獄っす。地獄ですね。なんかマッサージさせられたりとか、なんかそう寝るまでとかね、はい、全然あと夜寝てたら、はい、あのおつまみ作ってとか、はい、全然あります。それでも僕はもう絶対やらせなかったんですよ、はい、あ、先輩に言ってから、はい、はい、すごい。それなんでかっていうと、あの僕たちがやってたおつまみ作りがやばかったんで。どういうことですか、はい、どういうことですか、おつまみ作りやばい。いや、まあ、おつまみ作り、まあ、食堂があるんで、はい、なんかコーンを焼いたりとか、はい、缶詰のね、うんうん、あとハム焼いたりとか、ソーセージ茹でたり焼いたりとか、はい、卵スクランブル作ったりとか、はい、まあ、そんな簡易的なものですよ、はい、あるものがないんでね、はい、そういうの作るんですけど、調味料にね、うん、入れたりとか嘘でしょとか、僕の同級生は、はい、あのハムを一回巻いてから焼くっていう、はい。あー本当ですか。ハムが壊ったとしたら、はい、壊ったとしたらハムが壊ったとしたら、やんなくていいですよ。もうもう最低。いや、2時とか3時に起こされてつまみ作って、うん、と作った本にどっちが最低ですか、はい、もうじゃあもう耳にしときましょう。本当もうゴブゴブいいですよ。まあまあしんどいね、はい、そう寮生活を送ってきたわけですよね。そうそうそう、で、うん、まあ3年生以上だったら神様もありますけど、はい、そこでですね、やっぱり強いところで出れるところっていうところで、はい、まあ、2年生から DH だったんですけど、はい、いきなり4試合連続ホームラン打つんですよ。へえー、すごい、はい、でその時の4試合連続ホームラン打った人は全員プロ行くって言われてたんですよ、はい、その当時、はい、だからそれが首都大学では明治学院がなんかの森山さんっていう方がいるんですけど、はい、その方が打って、まあ首都大学リーグではタイ記録だったんですけど、はい、その方が後々プロ入ってるんですよね。で六大学では明治大学の広沢さんが4試合連続ホームラン、はい、で東都大学リーグでは、はい、あの井口さんが青学で4試合連続ホームラン、はい、これが大学記録だって、そこに僕2年生で肩並べて、はい、一気にプロ中になったんですよ。え、じゃあプロを意識し始めたのっていうのは大体そのぐらいからですか？もっと早いですか？え、意識し始めたっていうか、僕プロ行きたい全然思ってなかったんですよ。教職の資格取ろうと思って、はい、教職の授業を入れてたんですよ、うん、授業に組み込んで、はい、普通の授業プラスやりながら、はいはい、で教職の免許取って、はい、まあ、後々は最後母校に帰って学校の先生になって監督になりたいなとか、うん、へーっていうのがあって、まあないよりあった方がいいやろうと思って、はい、2年生から教職のやつ入れてて、はい、で春のリーグ戦で記録作って、はい、監督がちょっと真剣にプロに生かしたいから教職の授業行くのやめてくれって言われたんですよ。お、普通の授業はいいと、はい、けどそのプラスアルファの授業行くのやめてくれって。教職って多いんですよね。めちゃくちゃ多いんですよ、はい、で練習が時間が少なくなるからって言われて、はい、その時え、俺プロ行けんのかなと思って、はい、まあ教職の授業は行こうと思ったらいつでも行けるから、うん、まあまあじゃあいいかなと思ってやめて、はい、で練習し、はい、に特化してやって、うん、でなんかどんどんスカウトが見に来るようになって、はい、あ、また来てるまた来てる、どこのスカウトか分かんないけど、まあ、明らかに風貌が違うんで、はい、あ、また来てるまた来てるみたいな感じになってたら、あのプロ行けました。すごい、なんかあんまりこう苦労が感じられないですよね。なんか一番苦労したの本当になんかご飯作ったりみたいな掃除したりみたいな。野球の苦労はそんななかったっす、ね、うん、ですね。寮生活の苦労はもう、あの言えることはあれぐらいですけど、言えないことも含めたらもうめちゃくちゃありますけど聞きたいけど聞かないにしよう。野球の苦労はそんななかったっすね、はい、まあ、楽しくできてましたね、で気がついたらプロになって、うん、でプロ入る時も、まあ、その時僕逆指名制度っていうのがあったんですよ、はい、でどうするってなって、はい、大学の監督がちょっとプロはな
夢でも何でもないぞ、仕事やぞって、はい、出れるとこや、はい、ロッテがいいぞって言って、はい、ロッテです。あ、そうなんですね、はい、そっか、佐藤さんの時はもうドラフト指名でこう順番にっていう感じじゃなかったわけですね。2位、ドラフト2位までは大学社会人卒は逆指名で行って、はい、だからそれでロッテになったんですよ。ドラフトの時僕松坂世代ドラフトなんですよ、はい、98年ドラフトなんで、当時のロッテのドラフト戦略の評価、はい、ABCD の評価で D です。へえ、逃げのドラフト。へえ、いやでも松坂世代とかだって西武は松坂から、はい、巨人上原仁岡、はい、阪神藤川球児、うわすごい、で広島東で甲斐に荒井貴博、はい、で中日が福留岩瀬、はい、横浜がその時大学球界ナンバーワン投手矢野英二放送、うん、はい、うわすごいですね。日本ハムが実松立山、はい、で近鉄が宇高藤井の近代五冠バッテリー、はい、でその時にロッテ評価、はい、D 逃げのドラフト松坂世代いかつ。いやでも見返しましたね、10年後、はい、過去のドラフトって打ってて、はい、見たら、はい、S になってきた。評価 S っすよ、 A の上っすよ。そうで D から S で1位が小林正秀さんなんですよ、はい、あの西武タイトル取った抑えの、はい、で S になってました、10年間で。だからね、ドラフトなんてよく分かんないんですよ、後々になんないと。そうですね、はい、キンキンじゃ分かんないと思うんですね。分かんないですよ、はい、はい、いやまあすごい里崎さんの人生なんかちょっとお近づきになれた感じがします、はい、よく分かって。でも楽しそうに生きてるでしょ。いやなんかなんだろう、縛られてなくて常に自由ですよね。そうですね、多分それが今のこの里崎さんを作ってるんですね。だからね、うん、ここまでなったからこんなんじゃないですよ、はい、昔からこんなんです